ジェレミー・アボットです。下一位比赛的选手是来自日本队的选手。日本の小塚選手が第2位です。 Next to skate, representing Japan, 氷の上に向かえるのは日本の初出場の選手です。まだ16歳です。羽生結弦選手、昨年の世界ジュニアのチャンピオンです。ジュニアの1年目を迎えています。大いに刺激を受けています。でこれまで出場したグランプリシリーズなどは勉強するために出場していたんだけれども、これはもう成果を見せる大会だと言っています。しっかりしてます ね。そうですね。ぜひそれを本当に見せてほしいと思いま す、ね、大技も用意しています。4回転のトーループ、最初に挑戦する予定です。サラサーテのツゴーネルワイゼン。ありました。すごいですね。よくコントロールされてましたね。ワンポジションのスピンですね。良かったですね。バックエントランスで入って回って8回回って、また足を変えてから難しいポジションで8回回って、だからレベル4を取れてるスピンになりますね。今のはルッツを予定してたんでしょうかね。シングルになってしまいますね。簡単すぎるかもしれないですね。でもまだ若いですし ね。難しいですよね、こんないろいろ要素もいろいろなエレメントしなくちゃいけないのでね。
ジャンプです。トリプルサルコですね。初出場日本の16歳羽生結弦選手でした。疲れたと思いましたけれども、やっぱり良かったと思います ね、 そうですね、はい、こんな大きい大会でよく頑張れたんじゃないでしょうか ね、そしてショートも3番に入って3位に入っているので、それなりの緊張はありでしょうしね、すごく頑張ったんじゃないでしょうか。そうですね、はい、大いに拍手を送りたいと思います。今日はルッツがダメだったんですよね。そうでしたね、なんかウォームアップの時なんか一回シングルルッツみたいなのを飛んでるのがちらっと見えたんで。あ、そうでしたか、でもあとはとっても良かったんじゃないでしょうかね、はい、スピンもほとんどレベル取ってるでしょうし、はい、よくやったと思います。はい、これが一番最初の1回2回3回4回転、回ってると思いますよね、はい、あの少なくとも 70% は絶対回ってると思うんですよね。絶対それもそうですね、はい、トリプルアクセルですね、綺麗でしたよね。随分体力もね消耗するんでしょうね。そうですね、2つ目のトリプルアクセル、ね、後ろに3回転つけました。そうですね、よかったですよね。とても刺激を受けているというシニア1年目です。学びたい気持ちでいっぱいのようですね。そうでしょうね、あの 強い気持ち、強い精神力の持ち主ですよね。そうですね、はい、シニアのグランプリシリーズのデビュー戦となりました NHK 杯でも4回転に倒立成功させていましたよね。Scores, please, for Yuzuru Hanyu. さあ、得点です。149.28 以上、150点が出ますと第1位になります。あ、出てますね。151.58 です。シーズンベストを更新しています。78.20 と 73.38 です。ファイブコンポですね。はい、もう良かったですよね。ファイブコンポもやはりスピードがあって、あのすごくエネルギッシュだっていうところで点数が出るかなと思いますね。そうですね、はい、順位もついてきました。羽生結弦選手がここまでのトップに立っています。第2位がジェレミー・アボット、小塚崇彦選手は第3位。